大阪国際大学は大阪府森口市藤田町6-21-57に本部を置く日本の私立大学である。1988年に設置された大学の略称は及ぶグローバル化及び国際化時代の到来にたくましく生きる力を有する真の国際人の育成を教育理念とし、1988年に開設。設置者は 学校法人大阪国際学園。大阪国際学園は、設立者である奥田家で引き継がれている。現在の理事長は、奥田五郎、四代目理事長。以前は、大阪府平方市及び、大阪府森口市の2キャンパス体制だったが、2015年キャンパス整備を、理由として、ビジネス学部と現代社会学部を森口キャンパスに移転統合。 翌2016年平方キャンパスを閉鎖した。国際交流、学術交流など、外国協定校を積極的に増やす方針で2019年度、107校まで開拓しており、2021年度までに110校まで拡大予定。しかし、昨今のコロナ禍の中、実質的な国際交流が難しい状況の中、大阪国際大学は、様々な、 新しい形の国際交流を模索し、積極的に取り組んでいる。大阪国際学園グループの源流は1929年に、設立の高等女学校、帝国高等女学校。太平洋戦争後の1948年に、学生改革による新生の高校、帝国学園高等学校を開校した、学校法人帝国学園が、百六十五年に、 帝国女子大学を1988年に大阪国際大学を設立した。平成初期のバブル崩壊と少子化を受け、志願者数激減。大学全入時代に備え2002年、大阪国際大学と大阪国際女子大学を統合。同一法人内の2大学の統合は全国初という。現在は、 大阪国際大学短期大学部と併設されて運営されている。費用は初年度145万円。森口キャンパス、平方キャンパス2016年閉鎖立ち入りできない学部大学院ベッカルーマニアナオ、2022年4月、滝井高校と大和田中高を統廃合した大阪国際高等学校、大阪国際中学校が開校。ありがとうございます。